ここは？ええから入れ。倉庫や古いソファやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か？それは。あ、お前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か？知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見え女とは知らされんかったけど、お前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前って何者なんや？コウモリの入れ墨言うのは何や？なんでそいつを探っとった？いや、リーさんは、リーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた？でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者かわからんが、撃たれるときちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に？用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？どの道、お前生かしとることがバレたら、お前も俺も俺の雇い主に消される。え？せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば、少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨言うのは何や？なんでその男を探しとる？それは。そいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今さら隠してもしゃあないで。コウモリの入れ墨の話なら、リーさんが知ってる。あ？リーさんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな？その話、もっと早言えや。え？いくら急所外しとっても銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。
まあ、嘘も方便ちやつや。ええか、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。礼の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは他言無用や。大胆な男やな。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら俺はこの町におれんようになる。もしそうなったらあんた困るやろ。ああ、グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ぼりや。どっちかの店だけになれば町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べ。オデッセイだけで試合は盛り上がるんで。なるほど、さすがは夜の帝王っちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど菓子は菓子や、忘れんといてや。ああ、せや、真島はん。ああ、んた、キャバクラにはいかがりますか。キャバクラ、ああ、最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレーとは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅうんで、キャバクラいうようになったんや。まだ行ったことないが、それが。ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんて、よそに知れたら笑われます。ほう、そんなええもんなんか。ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーはもってあと数年ってとこやろな。そこまで言うんやったらあんたもキャバクラやったらええやないか。台所来るし言うてもそんくらいの金あるやろ。もうやったわ。けどあかんかった。なんやと。ま、一遍見てきたらええ。あんたにもすぐにわかるはずや。キャバクラを制す者は夜の街を制する。その言葉の意味がな。ちーと喋りすぎましたわ。ほな。
誰よお前、何しに来た。黙っとったら何もわからんで。私関係ない、リーさんの着替え取りに来ただけ。リーの着替え、ほなお前ここの店長の居所知っとるのか。リーはどこにおる、無事なんか。リーさん今私の病院いる。なんや、おっさん医者か。この辺りの中国人みんな私の病院来る。リーさんも昨夜駆け込んできた。そんな病院どこや。いや、でも俺はリーの味方や。先生、あんたここにおった誠という女知っとるか。誠知ってるよ。リーさん、あの子のことをとても心配してる。俺はその女に頼まれてリーに会いに来たんや。せやからあんたの病院どこにあるか教えてくれ。はよ言わんと痛い目見るで。わかったよ。私の病院小福町西にあるジャンバラヤってジャンソー。私いつもそこで患者見てる。ジャンソーで病院、闇医者っちゅうことか。もう言っていいか。いや、俺が探しとることをリーには内緒なんや。しばらく寝とれ。そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。何やと。そない怖い顔すんなや。あんた俺が来ることお見通しやったっちゅうんか。まあ想定の範囲内やな。わしをただの針師と思わん方がええで。ゴッドハンドやさかいな。ああ、あかんあかん、そんなん通るわけないやろが。そのとん当たりや。うわ、そりゃないよ、リーさん。お前下手すぎや。もうそこの新顔と変われ。あんたもええやろ、せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な、殺し屋っちゅう人種と麻雀打ってみたかったんや。怪我人にしちゃ元気そうにしとるやねんが。アホ抜かすな、死ぬほど痛いわ。腕が動かへん、あんたと変わってやりたいわ。あんたあの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人殺せん男が
なんで殺し屋なんかやっとるんや。なあ、顔を見ただけで何がわかるっちゅうね。ホンドラみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや、なんでも。それロンや、悪いな。マコトは怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や、安心せ。そうか。そしたらあれか、お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。やつらはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあどうやろな。リーさん大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつリーさん狙ってる。なかなか楽しかったで。まだ話終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろが。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけかい。お前ら遠慮は選んでぶちかましたれ。なるほど、出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちいと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか知りたいだけや。誠の狙われる理由がコウモリの入れ墨の男や言うんやったら多分関係ないで。なんでそないに言い切れる。誠から何も聞いとらんのやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。どういうことや。あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな。住み込みのホステスやったりいろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食。せや、誠に近づいてきた悪い男がおってな。口八丁で誠に身寄りがないこと嗅ぎつけると急に人が変わったそうや。あの子が逃げられんようどこぞの俺に監禁した。そいつは
何の目的でそないなこと。金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠を金で売り飛ばしたんや。ある韓国系の組織にな。そっから毎日あの子が朝から晩まで何させられとったかは皆まで言わん。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。極限状態のストレスから来る心因性視覚障害。火もささんような暗がりであの子が自分の目で最後に見たんがそのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。けったくそ悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんがつい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが確実に殺したるけどな。コウモリの入れ墨皮ごと剥ぎ取ったら。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は町で自分の顔さらして女さらう程度の小物や。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてあらいぎょうさんヤクザは動かんやろ。せやったら他に心当たりはないんか。ないな。わしの話はこれでしまいや。あの女は小福町通りのハルビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借り取る場所や。お前わしに誠返してもうてええんが。誠のことを殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんでいい。それに誠も結局代わりの殺し屋に追われるだけや。せやったらどないせっちゅうねん。逃げきれんこともないで。一つだけわしらもお前もヤクザから逃げ切れる手がある。せやけどそれは劇薬地味た手や。大事なもん守るためにはそれに見合う犠牲が必要になる。あんたの協力も必要や。俺の協力？せや。ただわしの考え聞く前にやるかやらんかこの場で答えてもらわなあかん。でどんなことでもやるか。そんだけの覚悟があんたにあるか。どの道このままやったら俺はしまいや。やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや。ええやろ。やっとるわ。そうか、わかった。せやったらあんたは誠んとこに早帰り。今日んとこはあの子の面倒を見たってくれ。え？わしには急いでやらなあかんことができた。何する気なんやあんた。目処がついたら教える。それまでは秘密や。この先あんたと連絡つけるにはどないしたらええ。キャバレーグランドや。夜になったらそこにおる。俺はそこの支配人や。ほんまか。あんたがあのグランドの。飲み代は心配すな。俺のおごりや。ふん、わかった。とにかく夜になったら連絡する。あんた名前は。真島五郎や。
くぜ。おとなしくしとったか。李さんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか、よかった。でもそれじゃ、あの話も全部聞いたの？ああ。長いこと偉い目に遭ったんやな、お前。いや、今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰め。けど、コウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう。辛いこと思い出させたな。少しやけど、俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。こんなん言うても慰めにならんか。その女や、かえって余計なこと言うたな。あ、せや、腹減ったんとちゃうか。なあ、ゆうべから何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ないときは食うに限るで、な。すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか？それなら。焼き。なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった、ちょ待っとけ。ええな。
わ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おう、買うてきたで、たこ焼きや。ありがとう。少しは落ち着いたんか。うん。でも、お腹空いた。それでええんや。人間、腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ、今食わしたるわ。あなたは目どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。俺の場合は怪我っちゅうかな、事故みたいなもんで、もう完全に潰れてもうだ。そんな。もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。かわいそうな。あうか、お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなんか。なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとらんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで、ほんま。少しは笑えるようになったか。うん？何やお前、時計しとるんか。え？見えへんのに、けったいなやっちゃ。まあね。でも、可愛いでしょ。せやから、見えへんのやろうちゅうとるやろんが。まったく。わかってるよ。でもね、これオルゴールの曲が鳴るの。それがまた可愛くて癒されるんだ。うん、どないなことや。今は鳴らない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、
自分にとってはなんだかすごく大切っていうか、目が見えなくなって、時間もわからなくなって、時計も壊れて、音も出なくなって、だからわかってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら、私は本当に、お前、でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。え、捨てられんかったら持っとりゃええ。持ったらきっといつかええことある。いつかいいことか。うん、どないした。やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい、いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫。私、強くなる。強くならなきゃ。せや、まだ言うとらんかったけどな、リノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。うん、どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。知らない。そうか、佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるん？あなたはその佐川って人に脅されてるの？似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。東条会に戻れるっちゅうな。東条会？あ、いや、お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話や。本当に？お前んとこの店長やろ、信じたれや。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。そこのお前、ぶっ殺すぞ。ほら、後悔すなよ。